山本五郎作武道無門宮部小屋田は臆病者であった。二十八にもなって、いまだに暗闇を一人で歩くのが怖かったり、夜半の上司に怯えたり、他人の喧嘩を見るだけで震えたりするようでは、農夫町人としても、 臆病者のそしりは免れないだろう。小や田は昇進ながら武士であった。しかも寛永昇法という武家機質の最も旺盛な時代のことだから実に目立った。彼は物心のつく自分からどうかしてもっと豪気不屈な人間になろうとしていろいろと苦心してみたのである。しまいには 神社仏道に参浪までした。滝に打たれても見たのである。けれどもって生まれた性質はどうにもならなかったので、ついには自分でも諦めてしまった。彼は三河の国岡崎藩、水野兼持忠義の家臣で、先手組五十石余りの昇進者だった。しかしその昇進者だということが、 彼にはどんなにありがたかったか知れなかった。仮に三百0石かせいぜい五百0石どころの家に生まれたとしたらどうだろう。彼にはそう考えるだけで身震いが出た。そして自分の軽い身分と目立たない境遇等を振り返ってみて心から安息を感ずるのであった。昭法4年2月。 小屋田は同家中の番頭閣を務める橋本作左衛門の娘、親へと祝言を挙げた。極めて当たり前な平凡な結婚であった。親へは二十歳で、容姿も歳も夫に似合いのおとなしい内気な娘だったが、ただいつもその顔つきに、覚悟はできておりますとでも言いたげな表情が座っていた。 静かな、つつましやかな生活が続いた。口数は少ないが、細かいところまで気の行き届いた温かい妻の愛情は、小屋田の一日一日を新しい充実した喜びに満たしてくれた。己にもこんな幸せが恵まれたのか。本当にこの幸せは、己のものだろうか。 時にはそう思って不安を感じるほど小屋田の生活は幸福なものであった。こうして50日ほどたった4月初めのある日お城から下がってきた夫の顔が常になく青白いのに気づいた親へは着替えを手伝いながらそっと聞いた。どうか遊ばしましたかどうして たたはびっっくりりしたようにふりかえったどうかしたように見えるかたいそう顔色が悪うございますからそうか青いか小田はため息をついたそれから落ち着かぬ様子で座りながら「実は大変なことができた」と低い声で言った。 お前は知らぬかもしれぬ。去年五百石で新居お召し抱えになった川原勘兵衛という人がいる。今日お城でその人と間違いをしでかしてしまった。どういうことでございます拙者のうかつだった。二のくるわですれ違う時川原殿についして突き当たってしまったのだ。 事実はそうでなかった。勘兵衛は去年江戸表で召し抱えられた新参者で、力量武芸共に抜群の男だったが、少しばかり慢心していると見え、岡崎へ来てからもその傍若無人な振る舞いで、家中の人々から嫌われていた。それがいつか小屋田の評判を聞いたのであろう。彼を見るたびに、 何かかにか長老する。こちらは諦めきっているので、いつもそしらぬ顔で受け流していたが、その日は初はめからたくらんでいたと見え、油断を狙っていきなり向こうから突き当たった上、のっぴきさせず、けんかにしてしまったのである。拙者はすぐに謝った。と、小屋田は何か飲み込みでもするような調子で続けた。 しかし向こうの手の方が早かった。相手が悪い拙者はそれでも我慢していた。ところが川原殿は勘弁しないのだ。いろいろと造言を吐いて恥ずかしめるのだ。そして昭和寺が原へ来て果たし合いをしろというのだ。拙者はよくよく考えてみた。けれども。 ご承知をなさいましたのですほ、ね、かにしようがなかったどう考えても床のことには武士が立たぬように思えたそれで約束してきたお約束の刻限は何時でございますか午前7時ということになっている妻がどんなに驚くだろう どんなに悲しむだろうそれを恐れていた小彌田は親へがいつものとおり落ち着いているのを見てほっとするより先になんだか申し訳のないような気持ちにさえなった。よくわかりました。親へは澄んだ目で夫を見上げながら言った。あとのことは私が過ちのないようにいたします。 どうこよいはゆっくりお体をお休め遊ばして明日はご存分にお働きくださいませ夕食には酒がついた日頃たしなまないのと少し量を過ごしたのとで小屋田は自分でも意外なほど熟睡したそれは親への心遣いであった 彼女は夫が眠ってから夜半の井戸端で一時余りも水ごりを取ったのである。無論小屋田はどっちにも気づかなかった。そしてそんな場合にもかかわらずぐっすり熟睡できたことがなんだか幸運の前兆ででもあるように思われ元気に起きて水を浴びに出た。約束の刻限きっかりに 小屋田は小王子ヶ原へ行った。それとほとんど同じくらいに、川原勘兵衛もやってきた。勘兵衛は三十七八になる骨太のいかつい体つきで、肉こぶの盛り上がった肩と目の上へ覆いかぶさるような濃い眉と、そして厚い大きなへの字なりの唇とがひどく圧倒的である。おう、はあ 北たか、臆病者。彼は特徴のあるガラガラ声で、大股に近寄りながらわめき立てた。ようこまいと思ったが、さすがに武士の端くれだな。あっぱれなやつだ。それだけでも褒めてやるぞ。すぐに始めますか。小彌田は動物類の出るのを懸命にこらえながらいった。 勘兵衛は白い歯を出した。無論すぐやるさ。何も待つことはあるまいが。それでは、支度をいたします。ああ、よろしい支度をしろ。待っていてやるから十分に支度をするがよい。そう言うと、いかにも相手を無視した態度で、空など見上げながらつぶやいた。よく晴れたなあ。 うん、実によく晴れたうっとりするような日和だぞまったくよく晴れた朝だった南の方には城下町の屋根の波と岡崎城の櫓や高い天守閣が鮮やかに浮いて見えるその草原は松王寺の森から北へなだらかな丘や窪地を越えて 遠く一方は神明の山、一方は観音寺の丘まで遮るものもなく広々と打ち開けている。ちょうど若草の伸びる時分で見渡す限り生い茂った雑草が朝の日差しに温められて生々と甘く匂っていた。お待たせいたしました。いざ。ようやく支度を終わった小屋田は、 丁寧に会釈をして七八尺下がりながら体験を抜いた勘兵衛はぎろっと鋭くにらみつけた「やるか覚悟はいいな」小屋田は答えずに中断に構えた勘兵衛は馬鹿にしたような鼻笑いをすると体験を抜いてそのまま大上段にとったここまではごくありきたりな順序だった ただ、勘兵衛が本当に相手を切る気でいるかどうか疑問なだけであった。ところが、それから何とも奇妙なことが始まった。いいか、行くぞ勘兵衛がそう叫んで一歩出たとき、小屋田の体がひょいと後ろへ二軒ほど刺さった。刀はちゃんと中断につけている。勘兵衛は再び一歩出た。 すると小屋田は同じように二軒ほど飛びし去った。しかし依然として中段の剣は動かない。なんでそうし去るんだ勘兵衛が苛立たしそうに叫んだ。思い切ってかかれ。切ってくるんだ。そう後ろへ行くばかりじゃ勝負はできん。切って来い。こっちはこれでいいのです。さあ来い。 小屋田は中段の剣をゆらゆらと上下に動かした。本人は必死なのだが、まるでおひゃらかしているように見える。う、えー、動くな叫びながら勘兵衛が飛び込んだ。よっぽど感触が起こったというようである。小屋田はパッと逃げた。追う者と追われるものと二十尺ほどの間隔が弦を張ったように、 しじみものびもせず、草をけたて丘を越えて、腹の中央どころまで失踪していった。勘兵衛が立ち止まると、小屋田も止まった。勘兵衛の厚い胸板が、荒い呼吸のために波を打った。小屋田はまた剣を中段に構え、ゆらゆらと上下に動かしながら言った。さあ来い。どこからでも来い。 勘兵衛は苦しそうに息をつき、飛び出しそうな目で相手をにらみつけていたが、貴様、貴様も武士だろう、とあえぎながらわめいた。武士なら尋常に勝負しろ。逃げるなどとは卑怯だぞ。いいか、今度こそ逃げると承知しないぞ。心得た。 いざ来い!」。「勘兵衛はずいと出た」。小屋田はすかさず同じほどしさった。勘兵衛は真っ赤になった。いやいひきょう者臆病者なぜ切ってこんのだどうして逃げるんだ来い!」。「逃げるのではない拙者の気合をはかっているのだ!」。「そっちこそ切ってこい!い」。よしいくから 動くなよ勘兵衛は呼吸を測って、動くなよと言いざま、悲聴のように切り込んだ。切り込んだ呼吸も素晴らしかったが、逃げ出す小屋田も早かった。伊田天のように五六実験半円を描いて走った。早いのなんのそれから逆に回り、昭王寺の森の際まで行ったと思うと、原の東側に沿って観音寺の丘の方へ戻った。 勘兵は逆上して夢中だった。大きな体を丸くして、滅多無償にかけた。何度も追いつきそうになった。ほとんど手が届きそうになったこともある。それで彼は焦った。焦った挙句分別を忘れ、夢中で相手の背中へ体験を叩きつけた。ところがそれは無理だった。その動作は失踪している体の重心を破り、 彼は誰かに突き飛ばされでもしたようにのめった。見事につんのめった。そして、もう起き上がる力もなく、あおのけざまに伸びたまま、はあ、はあ、はあ、と今にも耐え入りそうにあえいでいた。さあ来い、起きてこい。小屋田は中段の剣をゆらゆらと上下に動かしながら、元気な声で叫んだ。 拙者は、卑怯な真似はしない。こうして待っていてあげる。起きてこい。さあ、起きておいでなさい。しかし、勘兵衛には聞こえなかった。はあ、はあ、というあえぎとともに、彼の厚い胸板は、今にも破裂しそうな勢いで、荒々しく波を打っていた。 草原の一隅に馬上の武士が三人、さっきから馬を止めてこの様子を笑いながら見ていた。一番前にいるたくましい僧帽の一人は、岡崎五万石の領主、水野兼持忠義で、金獣の者二名とともに遠乗りに出た木と、 図らずもこのたぐいのない果たし合いを見つけたのであった倒れているのは勘兵衛であろう忠義はまだ笑いながら言っただがあの立っているのは何者だは宮部小屋太でございます宮部小屋太あの評判の臆病者か忠義も 小やたの噂は耳にしていたのである。しかし当人を見るのはそれが初めてだったそうかあれが臆病者の小屋たか半ばつぶやくように言ったが突然何か思いついたというふうに振り返った吉野城その方行って小矢田をこれへ呼んでまいれかしこまりました 金獣の一人がすぐに馬を飼っていった。忠吉は乗り馬を友の手に預け、なだらかな丘の斜面の方へ降りていった。待つほどもなく、吉野城に連れられて小屋田がやってきた。彼は主君の姿を見るなり、身を震わせながら草の上に平伏した。忠吉は二名の金獣を遠ざけた。 小やたと申すかはっ彼はわなわなと震えた。許す。遅刻を参れ。遅刻。小彌田はわずかに膝をにじらせたばかりである。忠義は自分の方から近寄っていった。今官兵衛と果たし合いをしていた様子だが、どんな思惑でいたしたか申してみ。許す。 誰もおらぬから即答でよいぞ。は、恐れ入りたて祭りまする。小屋田はひどく震える声で、まるで蚕が息を吐くような調子で始終を語った。たどたどしいが容量は得ている。忠義は彼の表を見守りながら黙って聞いていたが、果たし合いのくだりになると思わず笑い出し、 もうよい。あとは見ていた。と、手を振っていった。それで果たし合いのさいは分かった。今度は世から申すことがある。よいか。明朝五時。商人の手代の姿に身を変えて、矢作橋のたもとまで参れ。分かるか。恐れながら、その、 商人の手代と申しますると、つまり私めが、その、いかにも、その方が姿を変えるのだ。只吉は声を低くしていった。極秘だから多言はならぬぞ。明日、世は終わり漁へ参る。身を忍ばせて名古屋のお城を探索するのだ。その方にその友を申しつける。 分かったか。ははあ。小屋田は息苦しそうに喉をコクコクと鳴らし何か言いそうにしたがそのままそこへ平腹した忠義は重ねて他言を禁じ馬を呼んで城へ帰った水野忠義は剣持田元の子で慶長17年江戸に生まれ 九歳で父の医療を継いだ。その時は下佐の国山川で三万五千石だったが、後駿河の国田中で四万五千石、続いて三河の国吉田に移り、さらに現在の岡崎城へ五万石で封税られたのである。ところで、彼が岡崎に封税られたのには意味があった。 それは、当時江戸幕府はすでに三代家光の世であったが、社会的にはまだまだ早々時代の不安定さが残っていた。それで幕府は、戸様所有の取り潰しを強行しつつ、あらゆる方法で徳川宗家の権威確立に努めていた。そのためには、尾張家、木家という存在すら、 全く安全には見ていなかったのである。こうした情勢から一朝最国に事の起こった場合、岡崎は江戸幕府の最前線たる役割を持っていたし、ことに尾張家に対する抑えとして、その隠れたる使命には重要な意味があったのである。忠義は岡崎へ封じられて以来、一度尾張城下の実際を、 自ら探ってみたいということを考えていた。彼は、小野寺郎右衛門から一刀流の極意を授けられていたし、十禅の学にも詳しく、また、小畑勘兵衛について兵学を極め、その兵書に水の章という一巻を加えたほどの人物だったから、名古屋城の探索には自分の他に人はないと信じていたのである。 しかし、五万石の領主が自ら他領へ潜入し、その本城を偵察しようということは、たやすいなりわいではない。いろいろと機会を伺っている間に、二年経ってしまった。すると今日、図らずも小王子ヶ原を通りかかって、小屋田の珍しい試合ぶりを見ているうちに、ふいっと心が決まったのである。そうだ。 明日出かけてゆこう。四。どうして急に心が決まったのか。小屋田の試合ぶりがどんな暗示を与えたのか。それはわからないが、二年の間頭にくすぶっていた考えが、にわかに生き生きと動き出したのである。その夜、忠義は病気を触れ出した。 宵のうちに呼ばれた G は朝まで奥殿から下がらなかった。そして翌朝には家老、背後を現在門が政務を代行する旨を発表した。無論それは表向きのことで実際はその朝早く、忠義は密かに城を抜け出し朝商人に姿を変えて尾張へ出発していた。友は 岡野家門と宮部小屋田の二人であった。彼らはその日、知竜で泊まった。まだ昼にもならなかったが、境川を越すと終わり漁なので、手るを作る必要があったのである。しかし幸いにもそれはすぐにできた。尾張の宮の糸んや島やカスケへうまく頼りがついたのである。 その翌々日、知竜を立った三人は、見合い着いてそこで二日泊まり、島やかすけからさらに名古屋城下の西城二平という問屋へ頼りをつけてもらって、いよいよ目的地に乗り込んでいった。この五日の間、忠義はそれとなく小屋田の虚祖に目をつけていた。今度の友には、 一言もさしずがましい注意は与えてない。臆病者の彼がどのようにして役目を守るか。果たして最後まで務めることができるかどうか。それが一つの興味だったのである。小屋田は初はめからひどく落ち着かなかった。時々どこかへ見えなくなった。地竜に泊まった二日目の朝、ふいと姿を消した時は、 これは逃げたな、とさえ思った。しかし、半時ほどすると戻ってきた。それから宮へ行く途中、鳴海で弁当を使った時にも、同じようにいなくなった。今度こそ戻っては来ないだろう。そう思ったが、やはり半時あまりして、ひょいとどこからか帰ってきた。名古屋城下へ入った忠吉は、 駿河町の淀屋という宿へわらじを抜いだ。そしてすぐに城下の様子を見回り始めた。ところがそこまで来ても小屋田はそわそわと落ち着かなかった。昼のうちは忠義のそばを離れないが夜になると宿を抜け出してどこかへ行く。すぐ戻ってくる時もあればずっと老けて忠義が寝てしまってからそっと 戻ることもあったどうもみやべの様子がおかしゅうございます。ある時伊右衛門がそう言ったそれとなく目をつけておりますがどうやら臆病風に誘われているように思われますあるいは逃げ出すのではございますまいかそんなことかもしれぬしかしまあ黙って見ているがよい。 忠義は気にもかけぬそぶりだった。尾張大納言義直は、その頃ろしきりに武者追いを催していた。渦中の彰子を挙げて甲冑をさせ、野戦の演習をするのである。城東の大番場で行うこともあり、場外遠く森山の辺りまで押し出す時もあった。 ただよは、その軍配をも思祭に見た。それから、城郭の探索にかかった。名古屋城は、言うまでもなく、加藤清正が総大将となり、戸山大名二十余名の協力によって築かれた、不落の名城で、その千割り、縄張り、掘り回し等の結構は、野城として完璧を謳われたものである。 忠義は、城下の糸どん屋を頼りに、お何度ド型に手ずるを得て、狂わないの小判場近くまで入ることができた。目的は、内堀である。内堀の深さである。朝売りに託して数回オ何度ド型へ通ううち、忠義はついにその好機をつかんだ。それは、丹後の節句の前日であった。 城内は通る人も少なく、たまに往来するのは、祝日の品を運ぶ商人とか、下僕、使いやっこなどが多かった。大手口外の暗用寺から、幅下門の方へかかるところまで来ると、忠義主従は辺りを見回しながら、内堀の方へ方を移した。小屋田、抜かるな。そう囁いて、 忠義がはかり縄を取り出した。途端に異兵が、あっと言って石につまずいた。無論、そう見せたのである。ああ、痛い、爪を剥がした。と言ってそこへかがむ。忠義は慌てて、なに、爪を剥がしたと。そう叫んで覗き込みながら、片手でさっとはかり縄を堀へ投げ込んだ。 商品の見本と見せて、渋塗りの浅糸を四本内にし、その先端に噴霊をつけたものである。異変はいかにも生めを剥がしたという様子で、痛そうに声を上げながら、布を引き裂いて足指を縛っていた。ひどく痛むか、なんと思い切って突っかけたものだな。いや、その爪を剥がさずに置くがよかろう。 こうやって押さえておいて。ああ、痛い。それでは痛い。これをこう巻きつけて。互いに声高く言い合いながら、忠義は奮闘の重みを図りつつ、糸を繰り伸ばしていた。馬上の若侍が一気、下僕と共に通りかかった。こちらを見てちょっと馬を止めた。 しゃがんでいる肘の下からそれと見た伊右衛門は自分の膝頭がガクガクと震え出すのを感じた。しかし若侍はすぐに立ち去った。宮部、どこを見ておる伊右衛門は低く叱りつけながら振り返った。その時小屋田はまるで剣頭の違った方角をじっと見つめていた。 5小屋田は堀を越して向こうの白櫓を見ていた。その櫓には四五人の人影がいて、さっきからこちらを見ている様子だったが、今家門が呼びかけたとき、櫓の人たちがにわかにどこかへ走り出したのである。との気づかれたようでございます。小屋田は振り返っていた。 気づかれたとは、今の馬上の侍か。あのぐらでございます。小屋田は目で知らせながら、今まで四五人いた様子でございますが、一人を残してみんなどこかへ走っていきました。そうか。ええもん、引き上げるぞ。宮部、慌ててしくじるな。 三人は静かに幅下門の方へ歩き出した。矢倉にいたのは大納言吉直であった。彼は三人が業の深さを測っているのを見つけた。そしてすぐに岡崎の長者だと認め。怪しい奴だ。おそらく岡崎の剣持の手先に違いない。厳しく手配して飯取れ。やむなくば打ち止めても死災ないぞ。 と命令したのであった。三人が城外へ出て、五条橋の辻を東へ曲がろうとしたとき、小番場の方から外堀沿いにけたたましく鳴子が鳴り出した。そして、大手先と羽ばしたもんと両方から一時に追手の迫ってくるのが見えた。挟み打ちである。しかも鳴子はかなり広い範囲に連絡していると見え、 次から次へと至るところの番所軌道へとなり伝わっていく。それにつれて警護の人数がバラバラと繰り出してきた。忠義はこう早く手配が届こうとは思わなかった。彼はちょっと棒立ちになった。いえもん、これはいかんぞ。どうやら八方が塞がれたようだ。何、これ式の発した人数。 は脇差しをぐっとつかんだ。切って通るに何ほどのことがございましょう。家紋、梅雨払いをつかまつりまする。お待ちください。小屋田はおろおろと叫んだ。これだけの手配りではとてもご無事に殿をお落とし申すことは難しゅうございましょう。ここはどこまでも逃げ延びるが勝ちと存じます。 こう、八方を塞がれて逃げられると思うか。私がご案内をいたします。岡野様、しんがりを。言ううちに、もう小屋田は駆け出していた。忠義が続いて走り出したので、家門も,もしんがりになって駆けた。挟み撃ちされている外上から、小屋田は蔵屋敷の細い工事へ飛び込んだ。そしてまっすぐに桶屋町まで行くと、 にそっちへ出ては大手筋だ「板書があるぞ」。家門が叫んだ小屋田は答えなかったしかし初めからその足取りには自信があった狭い路地から横丁へそして幾じったびとなく曲がる角にもいささかの迷いもためらいも見せなかった「板書があるぞ」と家門が叫んだのも構わず。 小屋田は広小路へ飛び出して、それを南へ横切った。その時、向こうから追ってきた追っ手の一軍が彼らを見つけた。あ、あの三人だ。おーい、こっちだ。逃がすな。うわずった叫び声が三人の背後へヒシヒシと迫ってきた。小屋田は狭い小路を直角に左へ切れ、大きな屋敷の土塀をぐるっと回り、 広小路の通りの上へ出た。この間に追っ手を引き離していたが、大通りへ出ることは再び危険の中へ自ら飛び込む結果となろう。小屋田、そっちはいかんぞ家門がまた叫んだ。しかし小屋田は耳にもかけず、大通りへ出るとすぐ左手にある間口の広い一軒の店へ走り行った。どうするのだ ただよしは思わずぎょっとした。そんなところの店に知り合いはないはずである。何か戸惑いをしたのではないか。そう思って家門は振り返りながら立ち止まった。すると同時に今入った小屋田が馬を三頭引いてその店の奥から出てきた。早く、との早くこの馬に。おお、小屋田。ただよしの眉がく と上がった追っ手が参ります早く岡野様三人は馬へ飛び乗った戦闘を勝った小屋田は考えも及ばぬ裏道を取って街道へ出た追っ手もやがて牙で追跡してきた両者の間にはかなり距離ができていたが宮を通過すると間もなく三人の馬が疲れを見せ出したのに反し てては馬ををええたたとぐぐんぐん距離を縮めてきめもう一息です。鳴海まで。鳴海まで。小彌田は声を振り絞って叫んだ。鳴海の駅へ入るとともに、小彌田はその宿の建場へ乗りつけた。そこには乗り換えが3頭。しかも俊足が用意してあった。3人は馬を変えて、 再び東へシックした。しかしそれだけではなかった。さらに地竜にも乗り換えが待っていた。そうか、これだったのか。近づいてくる岡崎の山色を見ながら、只義は馬上で何度もうなずいた。地竜でも鳴海でも、ふいとどこかへいなくなった。逃げたなと思った。しかし小屋田は、 万一に備えて馬を雇いに出たのだ。名古屋の宿で舞夜のように出かけたのも同じように馬を雇い逃げ道抜け裏を調べるためだったのだ。そしてこれは皆小や田なればこそできたことだ。もっと豪遊の人間ならおそらく考えもしなかったに違いない。日頃から臆病なればこそ これだけの準備ができたのだ人間にはなんと多くのそれぞれの道のあることだろう。忠義は自分の眼界がさえざえと大きく広がっていくのを感じた。彼は馬を小屋田に近づけながら明るい大きな声で叫んだ。小屋田帰ったらし頭に申せ。 今日限り先手組から去ると、これから宮部小屋田は二百五十石の金十番だ。六。尾張から帰って四五日経った。守備よく役目を果たしてきたのに、なぜか小屋田は元気がなく、毎日浮かぬ顔でため息ばかりついていたが、 ある朝出資しようとしてすっかり支度ができてから急にまた座敷へ座り込んで妻を呼んだ「そこへ座ってくれ話がある」「もうご出資のげ限でございますが出資はしない」小彌田は思い切ったという調子で言った親へは黙って夫の次の言葉を待った 小屋田はごくっと喉を鳴らして、出資はしないし、拙者は岡崎から退身しようと思う。いや、退身しなくてはならないのだ。ひどく力を込めた調子であった。お前にはまだ言わなかったが、実は今度のお供で二百国のご家族になった。おととい、 そのおさたがき学だった。しかし拙者には到底それをお受けすることができない。とてもできないのだ。小屋田の喉がまたごくっとなった。どういうように言ったら自分の気持ちがわかってもらえるか。彼は己の舌をもどかしく思いながら、とつとつとして続けた。拙者はこの、 ご国の現在の身分でこそご奉公も務まるふがいないと思うであろうがこの臆病では到底250国の武士は務まらぬ考えるだけでもダメだめだしかしこの気持ちはお前には分かってもらえないかもしれないなよくわかります私にはよくお察しができます おやいお前分かってくれるかおそばへ参りましてからもう七十四日になりますものそれほどのことが分からなくて妻と言えようかそう言いたげな小ねだったそうかそれでは何も言わぬどうか拙者と一緒に岡崎を立ち退いてくれどんなことをしても お前に浮き目は見せぬここを去って二人にふさわしい新しい暮らしを始めようはいどのようにもあなた様のおぼしめしどおりに遊ばしてくださいませ八重は旦那様の妻でございます親へはそう言ってからけれど一つだけ伺っておきたいことがございます 静かに顔を上げていった。ご耐心遊ばしたあと、どのような道へお進み遊ばすお考えでございましょうか竹へご士官遊ばしますかそれとも武士をおやめなされますか武家暴行は拙者には務まらぬ。誰も知らぬ他国へ参って、八百屋でも魚屋でもして、 きやすい暮らしをしたいのが望みだ。他人が聞いたら小札したであろう。しかし、親へには夫の気持ちがよく分かった。臆病だということを、そんなにも重荷に感じ、自ら己を苦しめている夫の善良で正直な、素裸な気持ちを思うと、親へはいきなり手を取って、一緒に泣きたい衝動にさえ駆られた。 しかしそれを抑えた、懸命に抑えながら言った。差し出がましいことを申しまして、お叱りを受けるかと存じますが、それはお考え違いではございませんでしょうか。八百屋、魚屋になってきやすくとおっしゃいますけれど、この世にきやすく暮らせるなりわいなどはございません。ものを仕入れるにも、それを売るにも、 商売の駆け引きとか仲間の競争とか、はためには知れぬ苦心がいろいろとございましょう。臆病ゆえ二百五十石は務まらぬ、八百屋か魚屋くらいなら造作はあるまいというような軽々しいお考えでは、とてもできるなりわいではないと存じます。日頃から覚悟はできておりますとでも言いたげな、 静かに落ち着いていた親への顔が、今は生き生きとした光を帯び、その小ねも優しくはあるが、力と確信に満ちていた。あなた様は、ご自分が臆病だということをよくおっしゃいます。武士として臆病なお生まれつきは、さぞお心重いことだとお察しいたします。けれど 臆病がそんなにお勤めの妨げになりましょうか臆病だということがそんなにはずべきことでございましょうか?」そう言って親へは静かに立っていったがやがてクリアから二つの包丁を持って戻ってきたそしてそれを静かに夫の前に置きながら「ここに包丁が二つございます」 と言葉を継いだ。こちらはなを切ります。こちらは魚を咲くのに用います。どちらも刃物ではございますが、魚包丁でなは切れませぬし、な切り包丁で魚は咲けませぬ。小屋田の目は大きく開いて、妻の指さす二つの包丁を見守った。二つの包丁は、 どちらもそれぞれ役が決まっております。まき割りにも使えず、刀の代わりにもなりませぬ。けれども、この二つは、やはりそれぞれ十分に役目を果たしております。旦那様、親へは、ひたと夫を見上げた。その目には、いつか涙が光っていた。あなた様の臆病は、 どううにもならぬおしでございましょうけれど松王がヶ原のことをお考え遊ばせあの時あなた様は豪遊無双の評判の川原様にお勝ち遊ばしたではございませんかいやあの勝負はあの勝負はそんないいえお勝ち遊ばしました果たし合いと申せば 小さいさ戦も同様どちらにもえての戦いぶりがございましょうあなた様はあなた様の先方で立派にお勝ち遊ばしましたのでございます小屋田はぐっと拳を握った親へは指でそっと目頭を押さえながら口はばなもしようではございますが 例えば大胆不屈で武芸に秀でたとしましてもそれだけで無二のご奉公はかないますまい同様に臆病の生まれつきでもお覚悟次第で立派にお役に立つことができると存じますおやえ、拙者はお受けしよう」。は、 しかしそれはかなり自分をけしかけるように聞こえた親への目はそれでも美しく虹のように輝きを放った「旦那様」「そうだ」声を震わせて彼は言った「俺は泣きり包丁かもしれぬしかし なき包丁でお役に立つくらいはできそうだ。嬉しゅう存じます。親へは袖で,で表を押し包みながらむせびあげた。小屋田は生まれて初めて肩の重荷を下ろしたようなかなり軽くなった気持ちで立ち上がった。そうだ、臆病でもよいじゃないか。 臆病には臆病の生きる道があるんだ。だんだん明るくはっきりと自分の歩むべき道が見えるようだ。涙でぬれた妻の笑顔に送られて家を出た小彌田は十八年この方かつて覚えたことのない爽やかさを全身で味わいながら城へ向かって歩いていった。